はい、皆様こんにちは。はい、やばいことになってますね。皆様さんの愛車 FTR さん、去年の秋からここに放置です。で、とうとういろいろと手をつけますよ。これもう何年放置してんの、このフロントフォークの油漏れ、ね、で、いつの間にかエンジンもかかんなくなって、バラさないとどれやりやすか。キャリパー外すよ。このディスク、とんでもない減り方してるんですよ。でこのまま乗ってたもんだから、多分ね、このブレーキパッドの減り方も変な減り方になっちゃって、これキャリパーが脱げないの、ね、どうする。パッドを決めるレバー脱げと思うんだけど、ね、こんな状態のまま乗ってたんですよ。ちょっとこのブレーキディスクも、あのパッドもで、キャリパーもオーバーホールしようと思ってるんですけど、これ取れねえんじゃねえ、こう削ってやんねっけ、ね、ちょっと考えますけど。いや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 っていうようなブレーキパッドの、ブレーキキャリパーになってました。これ取れなくて結局無理口、これ古いディスク削って取ったよ、動かないから。じゃあどう、はい、フロントフォーク外しました、ね、もうオイル漏れもグダグダでビダビダになってます、ね、サビサビで、もうインナーチューブってんだっけ、もうサビサビ、オイルシールもボロボロなわけで、これをね、ワン、ツー、スリー、違う、 3,2,1 はい、ね、綺麗になりましたね。ほら、ピカピカになったじゃないですか、ね、綺麗にシールも、ね、割れてません。オイル漏れもありません。え、オーバーホール、まあ、ある意味オーバーホールですね。ある意味オーバーホール、ある意味オーバーホール、まあいいや、これに交換します。長坂さん大勘違いしてまして、8ミリ大きくて入んねえ、6ミリちっちゃくて入んねえってやってたんですよ。六角のネジだっけ、よくよく見たら俺6じゃなくて56だと思ってね、その間なんか六角ねえよってやってたんですけど、結局6だった、わかんねえ。新しいのに付け替えます。とりあえずフロントフォーク、ね、新しくしました、まあ、新しくっていうかフロントフォーク付け替えました。アンドブレーキを軽くオーバーホールじゃないけど掃除して、よいしょ、ね、ブレーキディスクも交換しました、オイルも入れたし、バッテリー上がってるのか、エンジンかかっかな。